ヤモンドクワッドリフトになりました。2月27日のダイヤモンドクワッドリフト、時間が1時42分ぐらいです。あんまり並んでないね。もうこの前滑ったけどさ、どれがどのジャンプ台かさ、どれぐらいの高さかわからんでさ、すごい怖かったわ。わからんさ、上からだとさ、わからんだわ。あそこ誰も滑ってないじゃん、ほら。あ、クローズか。こうやってたの。これ5メーターぐらいか。これ5メーターか。こっちの手前が3メーター。どっちも5メーターだ。どっちも5メーターだ。あれも5メーターだな。全部5メーターぐらいか。どっかに8メーターぐらい。あれ8メーターだな。多分。あれがクローズが今クローズしてるのが8メーターぐらいだな。さあ間に合うかな。間に合えば滑っていきたいと思います。間に合わんかな。間に合わんかったらごめんなさい。8人ぐらい並んでるね。8人ぐらい。スーパーパイプでレギュラーパイプも8人10人ぐらい並んでる、ね、あ、なんかコブっぽいの作ろうとしてるわ。レールコブ作ろうとしてるわ。ポール立ててレールコブ作ろうとしてる。あ、テクニカル、あ、なんだっけ、あそこにコブできてるな。ダイナ行かなかんな。てか今見えたのは高須だけど、ダイナのベータライナー動いてるかな。ダイナのベータライナー、ダイナ、動いてればそのままこのままねダイナの方行って、今日のナイターはダイナ滑ります。でこのレギュラーからグフィに変えますね。後で今変えてるとパイプに間に合わないんで、じゃあ電池切れるでとりあえず消します。はい、あ、ダイヤモンドクワッドリフトさっき止まっとる、あの10時ぐらいに止まっ、風で止まっとったけど動いとるかな。今もね風がね風速4か5ぐらいあるんですよ。まあいいや、電池切れるでちょっと消しますね。